佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。この放送を毎回お聞きいただいております皆様はお分かりかと思いますが、カレンダー上ではブルガリアからもう帰国はしている予定ですが、スケジュールの都合上、前回放送でもお断りいたしました通り、この番組収録はですね、ブルガリアに行く前の状態でございますので、来月ですね、次回放送をはじめ出演させていただいている番組も含め、いろいろな媒体できちんとリポートさせていただきますので、あしからずご了承ください。さてそんな中ですね、今回は特別に先月、ゲストに来てくれた新人女優の青野ゆうきにもオープニングから入っていただきましたので、まずはご挨拶お願いします。はい、皆さんこんばんは、新人女優の青野ゆうきです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫、緊張して、はい、大丈夫です。ではですね、前回ね、ゲスト出演していただきましてありがとうございました。はい、で、どうでした、周りの反応とかありました？そうですね、周りの反応は結構映像配信版を母親とか結構配信を見てくださった方とかも映像配信版、拝見してくださって、ちょっと自分で言うのはちょっと恥ずかしいですけど、なんか配信やってる感じと違うねっていうか、なんかちょっとなんか綺麗めな感じだねって言っていただけることですごい嬉しくて、いい言葉を、よかったね。そっか、よかったです。お母さんも喜んでました。お母さんも喜んでくださいました。すいません、ありがとうございます。ではですね、それでも今回はね、青野ゆうきと番組を進めていきたいと思いますが、私もね、意外と、意外にこう 長くね、番組をやらせていただいておりますけれども、オープニングからゲストがいるっていうのは初めてなんです。あ、そうなんですね。はい、私もねちょっと戸惑いもありますけれども、なんとかね無事に最後までね進行していきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。では最初のコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。イエイイエイ。このコーナーは、私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず、独断と偏見でご紹介させていただくコーナーなんですが、今回はせっかく青野ゆうきがオープニングから入るということで、2人で相談してですね、同じ映画を見てまいりました。ということで、今回ご紹介させていただく作品は、先月8月16日から全国公開されている話題作ダンスウィズミーについてお話しさせていただきたいと思います。さてこの作品紹介サイトをもとにですね、概要を、ご説明させていただきますと、スイングガールズハッピーフライトの、矢口忍が監督脚本を手掛けた、ミュージカルコメディ、一流商社で働く勝ち組 OL で幼い頃の苦い思い出からミュージカルを嫌いする、鈴木静香は、ある日めいっ子と訪れた遊園地で怪しげな、催眠術師の、ショーを見学し、そこで、曲が流れると歌って踊らずにはいられないという、ミュージカルスターの、催眠術にかかってしまう。その日から、静香は街中に流れるちょっとしたメロディーや、携帯の着信音など、あらゆる音楽に反応するように術を解いてもらおうと再び、催眠術師の元を訪れた静香だったが、そこは、すでにもぬけの殻。困り果てた彼女は催眠術師の助手をしていた知恵とともに、催眠術師の行方を探すが、群毛エビアンの、三好彩香が主演を務め、ミュージカルシーンの全ての歌とダンスを吹き替えなしで演じる、共演にはお笑い芸人の八代優、シンガーソングライターでモデルのチャイ、怒りの、三浦貴大、銀魂の室強し、ベテラン俳優の、宝田明、個性豊かなキャストが集結というね、作品を見させていただきました。どうでした、ゆうきちゃん。実は一緒には見てないんですけど、ゆうきちゃんは多分私と一緒に見ると多分緊張したと思うので、別々で見ようっていうことで、で何がいいって聞いて、あ、ダンスウィズミー見たいですっていうことで、ゆうきちゃんの案で私も拝見させていただきました。はい、どうでした？
あの私いつもすごい音楽がすごい好きなんですけども、はい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 、いつも音楽映画って言ったら結構バンド、うん、バンドとかの音楽をテーマにした、うんうん、なんか青春群像劇、私あの空に宮崎あおいさんが主演で務めている空人っていう映画だったりとか、うんはいはいはい、最近見たものだと、小さな恋の歌っていう作品とか、結構そのバンドをテーマにした作品をすごい見ることが多かったんですけど、結構そうですね、そのミュージカル映画は結構初めてで見るのは、なのでなんかちょっと新鮮な気持ちもあったんですけども、すごい楽しかったです、面白かったです、本当にすごく見やすくて、はい、あの結構こう、ミュージカル映画って結構皆さんこう思い浮かべるのって、例えば、ララランドであったり、結構こう海外のイメージが多分強い方いらっしゃると思うんですけど、あのすごいあの多分こう日本人の方ではなんだろうな、こう急にこう踊ったり歌ったりするっていうのはうんっていう思う方もね、多分もしかしたら中にはねいらっしゃると思うんですけれども、はい、この、 あの本当に、ダンスウィズミーっていうのは、こう催眠術、催眠にかかってしまう、ミュージカルスターとしての催眠がかかってしまうという、ポイントがあるからこそすごい見やすくて、なので突然こう主人公の静香が、歌い出す、歌って踊ったりっていうのがすごいあのはってこうなんだろう、びっくりしない、そういう子なんだっていうのが分かるので、あのすごい見やすい映画だなって私も見てて思いました。で、この、静香とこの知恵のね、あの2人のキャッチボールがすごい、あの会話のねキャッチボールとか、はい、八代優さんが上手だなと思いました。私はそうです、ね、本当に芸人さん、はい、こう笑い芸人さんって本当に演技が上手な方が多くて、はい、すごいナチュラルで歌も上手でっていう、はい、すごい上手でしたよね、はい、でこの作品もあのもうまさにこうミュージカル映画なので、こう歌とダンスが、まあ、特になんですけれども、こうトレーニングが、あの歌とダンスのトレーニングが250時間かかったそうです。わすごい、はい、あの映画予告編でもね、あの YouTube に上がってますけれども、250時間ってバーンって出てるんですけれども、すごいですね、250時間トレーニングですよ。そこからあの撮影がスタートするわけで、はい、相当な体力が必要だなと、うん、もう作品自体もやっぱもうがこうなんていうんですかね、こう歌って踊ってもうずっとですから、本当にこれを撮影大変だったんじゃないかなと見てて思いました、はい、どうですか見てて。いや私もでも本当に印象に残ったシーンとかあります？印象に残ったシーンはあの三吉彩香さん演じる、うんうんうん、静香、ね、静香と、うんうん、あと八代優さん演じる知恵と、うんねうん、あとそのチャイさんが演じる陽子の3人がパーティーに、あのパーティーで歌うシーンがあるんですが、私はあそこがすごい印象に残ってますね、うんうん、すごいですね、チャイさんめちゃくちゃすごいです。ですね、あの最初はあのすごいなんというか、ちょっと過去にちょっとなんというか、なん、うん、嫌なことがあって、うん、ちょっと落ち込んでる感じでふわふわしてこういう印象だったんですけど、うん、この会場というかこの着いた時のあの変貌ぶりがすごい、うん、狂気というか、ね、面白さもありつつあの狂気に満ちた姿がすごい面白いですし、す演技の幅広って思って、はい、で思いました。いやすごかったですよね、うん、本当に衝撃的でした。本当にだからぜひね、あの皆さんもね、あの見る機会があればぜひ、ね、ご覧いただければと思います、はい、ぜひ見ていただきたい作品です、ね、はい、はい、であのこのダンスね、本当に三吉彩香さん演じる、静香ですね、このダンスやっぱモデルさんのやっぱイメージも私も強くて、うん、やっぱしなやかですね、ダンスの一つ一つが、はい、なのでこうスカートこうターンするところとかスカートがふわってなるところとか、はい、すごいこれ研究してんだろうなと思うぐらいヒラヒラヒラってこうなるのがすごく可愛くて、はい、もう分かる？分かりますね。パパってなってる。髪の毛とかバサッってね。そう、完全に乗ってる感じが、はい、本当さすがモデルさんだな
立ちこうねターンのしかもちろんあのダンスが得意っていうのもあると思うんですけど、いやもうすごいなというふうに思いました、まあ、なかなかねあの日本の、ミュージカル映画ってなかなか多分ないとは思うんですけれども、うん、ぜひね皆さんあの興味があったらぜひ劇場で、ね、ご覧いただくか、もしくはねあの DVD が出ましたらぜひご覧いただければなと思います。はい、はい、じゃあねあのゆきちゃんもぜひこれからもね映画ぜひ見てください。はい、はい、以上今月の偏りムービーリポートのコーナーでした。スペシャル企画、ミクとユウキが上野でライブしたってよ。イエーイありがとうございます。タイトルコール、はい、ありがとうございます緊張しました。よかったよかった。改めまして皆さんお聞きいただいております番組は、佐藤ミクの女優道です。私佐藤ミクと今回は皆さん改めましてこんばんは、青野ゆうきですがお送りしております。さて今回の放送はですね、特別ゲストとしてうちの事務所の新人女優青野ゆうきにオープニングからずっと入っていただいておりますが、ここまで進んできて、ゆきちゃんぶっちゃけどうですか、自分的にこう点なんていうんですか。5点。いや低い何点満点中の5点。もう100点満点そんなことないから大丈夫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 、自分に厳しくいこうあそれはまああの偉いこと、うん、それはあのそうそうそうねそういうのは大事だよ、うん、まあ、さてね、ここからは、先ほどありました通り、ミクとユウキが上野でライブしたってよということで、前々からお伝えしておりました通り、先月8月9日に、上野野外音楽堂で開催された東京上野ミュージックサマーフェスに我々2人は参加させていただきました。どうでした？いやもうでも一番はやっぱ楽しかった、うん、あそれは達成感の楽しかったっていうのは本当に一番ありますね。あそうか、はい、じゃあ今回あの楽曲というか、はい、音源か、はい、誰どなたの、音楽プロデューサーで、うん、元アイリッシュの、はい、ナオさんがプロデュースされている女性シンガー、はい、女性シンガーのエリカさんの楽曲を、うん、歌わせていただきまして2曲ですね、うん、恋花火と告白10ヶ条という曲を歌わせていただきました、うんうん、はい、いい曲ですよね。いい曲です、すごい可愛いんです。はい、ぜひね YouTube でもあの PV 上がってますので、うん、ぜひあのエリカさんで検索していただいてご覧いただければなと思います。はい、もう本当に妖精さんみたいな感じで本当に可愛い PV になってますの で、 いいでぜひご覧ください。ではその、音源、その大事な音源をいただきまして、いただきました、本当にありがとうございます。じゃあその、まあ、本番というかこう、まあ、8月9日に入るまでの間こうどれだけ練習してきました？もうひたすらカラオケ、うん、もうカラオケに通い詰めて、うんうん、もう通い詰めました、うんうんうん、もう通い詰めて本当にずっと歌ってましたね。いつもはやっぱカラオケって好きな曲、うん、もうバンバン歌っちゃうんですけど、もう今回は本当にエリカさんの、うん、エリカさんってすごい高音がすごく綺麗で、高音ボイスがめちゃくちゃ綺麗なんですよね、はい、でもうあそこの高音にたどり着くのにすごいやっぱり時間かかりましたね、うん、ね、私もゆうきちゃんのライブ見てる時にいやこれは高いと思いながら、うん、私ちょっと思いながらねえ、はい、そっか、通い詰めて通い詰めました普段はあの行けますか、カラオケは？普段はそうですね、カラオケ結構行きますね、一人カラオケが大好きでそうか、そんだけもうめちゃくちゃ練習して、はい、じゃあ、会場入りました、はい、ってなって気持ちはどうですか？気持ちはでもまだその時は実感はなかったですね、うん、なんかもう当日だったんですけどまだなんか歌うんだよねっていう歌うのかみたいな感じで、私も同じだった去年ね、あのもうあの参加させていただいて、出させていただいてもう初めてだから、歌うんだよね私歌っていいんだよねっていう気持ちも私も去年はあって、もちろん同じ気持ちだったから、はい、すごくわかります。でその後ねリハーサルもそうですね、もう到着してすぐね、はい、すぐリハーサルさせていただいて、私からねさせていただきまして、リハーサルでも緊張するよね。緊張しましたね、初めてステージ立ったので、うん、ですごいあの音楽その会場広いんですよ、はい、本当に広かったです。なので外にも響き渡るぐらいの、うん、あの広さなので
本当にね、緊張するよね。緊張しました。最初私も緊張したな、震えたもんマイクは手が、はい、でね、ほらマイクのね持ち方とか ね、 そうですね、カラオケとは全然違うというのがね、はい、もう全然顔隠しちゃってましたもん。同じ、はい、もう最初、もう最初本当にだからもう自分でもいろいろ学んでてね、今後につなげていけば全然大丈夫だから、はい、最初はもう私も分かんなかったからね、そうマイクのこの頭の部分、丸い部分触っちゃダメだよとか、もっとマイク下げてとかね、なかなかね、はい、あ、こんなにライブするのって大変なんだなっていうのね、他の出演者の方のねリハーサルもね、はい、拝見することができて ね、はい、拝見させていただけて、盛り上げ方がやっぱさすがだなと思っちゃうよ ね、 全然もう私もまだまだと思っちゃってるもんだってそっか、そうだよね、はい、かっこよかったですよね。やっぱりリハーサルでもやっぱ楽しかったですもんね。楽しかったです。いろんな方のリハーサル見れて、うん、パフォーマンス見れて拝見できて、うんうん、ではじゃあいざ本番と向かいますけれども、はい、歌ってる最中どうでした？歌ってる最中は、うん、あのなんだろう、もうとりあえず目線を、あ、はいはいはい、目線をまずどこに置いたらいいのか、うん、下げちゃいけないし、やっぱり分からなくなりましたね。上げすぎても良くないしね、はい、うん、特に感想のところとか、もうどこ見たらいいんだろうみたいな感じでしたね。もう私はね、もうこう手振りこうやって振ってっていうのでごまかします私はもう全然だから本当にそうだよね。それは私もめちゃくちゃ緊張しました。さすがにあの2回目とはいえね、あの、はい、ゆいちゃんはね、もうなおさんという方から、ね、そしてえりかさんという方からね、はい、音源、大切な音源をね、いただいてね、歌うという責任重大ね、ねかなり緊張したカードでもね、はい、緊張したと思うんですけれどもね、すごいでもあの綺麗に歌い上げてまして、本当ですか、頑張れと思いながら、私の前にね、はい、してたのでね、の頑張れと思いながら見てました。はい、で、あの会場にはどなたかいらっしゃいました？あ、会場は母と、うんうんうん、あとは友人と おばの方 も見に来てくださって、そっかそっか、はい、すごい。待って、あとで待って、出身は愛知だよね。出身は愛知です。お母さん、わざわざお母さん来てくれました。あら、そう、仕事もお休みを取って、わざわざ来てくれました。そうだよね、はい、愛知だもんね。そっかそっかそっか、はい、それ嬉しいね。お母さん来てくれるよね。あとはあの、うん、マシェバラの配信を見てくださって、うん、来てくださった方も、はいはい、そうだね、はい、ファンの方もいて、はいはいはい、もうすっごく嬉しかったですね。そうなんですよ、はい、あのライブ後にあのチェキ会みたいなのがあって、はい、その時にあのファンのね、ゆきちゃんのファンの方が来てくださって、はい、すごいと思いながら私も、はい、私も感動しましたね、はい、チェキ取っていただきました、あーとか言ってってなりました、ね、うん、でお母さんでもね、あとお友達かな、はい、一緒に撮ったよ、ね、そうですね、はい、うん、そうなんですよ。私の親は来てないんですけど暑いからって言ってました暑かったですもんね。暑かったね、うん、でもね、去年より全然良かった。本当ですか去年の方がめちゃくちゃ暑かった、うん、汗止まらなかったですもんそうね、はい、本当にそうだったわ、うん、で、もうそうか、もう本番終えてどうでした？本番後すっきりしました。終えて、そうですね、やっぱり体感なんだよね、はい、体感でしたね、本当にシャーって思う、はい、歌ったわーって、はい、本当に、うん、私も思ってたしね、うんうん、で、関口、誠さんもね、はい、あのそうですね、出演されていて、うん、私の主演させていただいた映画22世紀寓話の、ね、主題歌も、歌っていただいているんですけれども、そうね、写真もね、最後そうですね、ライブ後にあのお疲れのところ本当に気さくに、はい、あの撮ってくださって本当にありがとうございます。去年もね、撮らせていただいて本当にありがとうございました。はい、でですね、まあ、今ねちょっとライブの話結構でわーって喋ってきましたけれども、はい、まあ、ゆきちゃんは女優さんということで、はい、まあ、今こう女優としての活動というのはどういったものになりますか？そうですね、女優としての活動は今もう現場へ参加させていただいてまして、うん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 、結構もう私23歳なんですけど、うん、ね、結構女子高生役とかも、ね、もう大丈夫大丈夫大丈夫、あの25の私でもやらせていただいてるからまだ大丈夫まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫
結構もう女子高生役だったり、うんうん、あとはあの記者役だったりスーツ着て、はい、参加させていただいたりもさせていただきました、うんうん、私もありがたいこと記者が多くてですね、うん、楽しいですよ記者だどうなんですかって言われるすごい楽しいですそうか、はいね、入ってもまだな数ヶ月入ってそうですね2ヶ月ちょっとそうですね、なんかすごいたくさんね現場にね、はい、行かせてありがたいことに行ってるみたいでね本当にまだね現場は一緒になってないんですけれども、はい、もしね、はい、ほらバスケットボールもほら好きだからそうです ね, ねぜひなんか特技だからこうねバスケに関するね、はい、なんか作品とかねそうそう思いますね。でも配信もめちゃくちゃ頑張ってですね、はい、見てましたフリー配信ね本当に大変そうだったでもすごいねもう本当に明るくてこうニコニコしてありがとうございますってやってるのがとっても可愛くって本当ですか見てましたもう本当に初めてとは思えないぐらい本当しっかりしてて嬉しいすごいこうね喋ることもこう、うん、なんだろうファンの方に向けてね喋ってる姿がとっても素敵だなと思ったしいやあの成長というかすごいなと思いましたなかなか私でも最初でもなかなか喋れなくて、うん、でもやっぱ最初と比べたらやっぱり話せるようにはなったなって自分でも成長はやっぱり感じますねすごいやっぱね数やっぱこなしてるとやっぱすごいなって私も思いましたね、今後ねなんかこうそれこそさっきも言ったけどバスケに関する作品であったり、まあ、他にもドラマとかね、はい、以外にねぜひねあの頑張っていただけたらなと思いますので、はいはい、勉強させていただきたいです頑張ってください、はい、いではではいえいえとんでもないです、じゃ あ, あのそれではここでねあの青野ゆうきの方からとても大事なお知らせがあるということでお願いします。はい、青野ゆうき、次のライブが決定いたしました。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。本当に早っ、はい、詳細日程の方がですね、はい、10月15日の火曜日ですね、はいはいはい、渋谷のクラブマルコムというライブステージで、うん、ライブさせていただきます。お、こちらがタイトルが、エーラシアンボリューム15というタイトルでございまして、うんうん、こちらが会場が17時で、うんうん、開演が17時30分からとなってまして、うん、前売り券が3000円プラス、はい、ワンドリンク600円、はい、と当日が3500円プラス、うん、ワンドリンク600円となっております、うん、出順や詳細などは私の公式ツイッターで、うん、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。今後ねまたたくさんねライブとかそしてね映像であったりねたくさん出ていただければなと思います。はい、はいはい、そしてでは以上、スペシャル企画ミクとゆうきが上野でライブしたってよのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん本当にありがとうございました。そしてゆうきちゃん本当にありがとうございます。最初から最後まで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。初めての試みで本当にありがとうございます。また来てください。はい、はい、そうですね、番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして詳しくはウェブで、事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の柔道また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。